ジョンザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナー「ビジョン・ザ・富山」今日のゲストは富山市在住のガラス造形作家佐々木俊二さんです。富山市中尾田に自身の工房、S、グラススタジオを構え 廃棄される工業用ガラスを再利用した S D Z ガラスなど、S D G Z ガラスなどさまざまな作品作りに取り組んでおられます。佐々木さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。佐々木さんは千九百八十七年岩手県生まれということで、はい、大学時代からこのガラス造形を学び始めたということです、ね、はい、そうです。はい、このガラスの世界に入られたきっかけはどういうことだったんでしょうか。 えと大学に入ったのは本当はジュエリーをえーやりたくて入ったんですけれどもその時にえとガラスを見てそこからえですねやりたくなってはいジュエリーじゃなくてガラスをやり始めたいなと思ってはいじゃあ大学で学ぶ中でそのガラスの美しさに出会う機会があってあじゃあ自分はガラスだと何かこうひらめくものが。 あったとその後、まあ、いろいろと勉強されたえー、2009年に富山ガラス工房のスタッフとなられその10年後にはご自身の工房を富山市の、えー、中おいに作られたということで、まあ、このガラス造形作家として活動する場を富山にしたと、はい、富山を選んだ理由っていうのは何かあるんですかえーとーまずその富山の 街、えー、づくりとして、まあ、ガラスの街ということで、えー、取り組みもされてますし、えー、あとはガラス作家の多さというのも、えー、すごく魅力的で、えー、富山でやっぱり研産を積んで一人前だというふうにずっと大学の時から思ってましたので<ー>まあガラスをやるなら絶対富山でやりたいなというふうに思ってました。はい 意外と市民、県民は、ええ、あの知らないんですけどす、ね、ガラスの世界の皆さんからすると <laughs>、はい、まあ富山にはガラス造形研究所もあり、ええ、ガラス工房もありそしてガラス美術館もあるということで、はい、ま富山っていう場所はもうかなり知らかなかりというかもう富山はガラスの盛んなところだということが知られているそうです、ね、そうです、ね、そうでですすねね、はいうん、本当はそうなんガラス界ではそうなんですけど。はい で富山でやってみようというご縁があっていらっしゃったわけですね。はいはい、あのいろんなガラス作家の方いらっしゃいますけど、はい、佐々木さんのガラスはどういう特徴、どんな魅力のあるガラスなんでしょうか。そうですね。ガラスの作品と聞くと大体透明な作品、透明なガラスの作品をイメージされると思うんですけど、自分の場合は色ガラスというものを使って、はいえー、赤だったり黄色だったり青だったり、そういった色の ガラスを使って着色して、えー、吹きガラスで作っているっていう作品が多いですね。はい。はい、吹きガラスというとあの長いこの筒に息を吹き込んで、はい、その筒の先にあの厚くもう溶けたガラスを巻きつけて形を作っていくってい、はい。そうです。はい。私たちからすると一番身近な製法というか体験とかするのも割とそういうの多いですもんね。そうですね。はい。じゃあその吹きガラスで、はいえー、器を作られたり。 色を中心にやっってらっしゃると、はい、そんな佐々木さんから見てこのガラスっていうのはどういうところに魅力があるんですか、はい、そうですね、うん、なんかこう考えてみると、はい、ちょっとは答えになるかわからないんですが、ええ、えとなんか自分にとってはもう水だったりとか空気のような感じといいますか <laughs> もうないともう 苦しくて苦しくて仕方ないというような、そういった素材ですね。はい。もう自分の暮らしの中に、ガラスというものがないと、はい、もう本当に。何か足りない、はい、もう苦しいと思うぐらいの存在なんですか。そう,すね、そうですね、はい。<ー>もう本当、まあ、病気じゃない。<laughs> <laughs> <laughs> はい。もう本当にガラスバカというか、うはい。 じゃあ今日もね工房をちょっと抜けてこの番組に来ていただきましたけど、はい、普段そのご自身で制作している時っていうのは、はい、もう結構じゃあぶっ続けでやられたり、ね、何日ももうかけてとかもう時間はも大体い,、ねはいね、い,い,いつも朝9時ぐらいから作業を開始して、はい、えちょっとお昼ご飯まあ15分から30分ぐらい食べて、はい、また拭き始めて大体いい夕方5時ぐらいまで。はい、はい もうずっとそうですね <laughs> 大体6時間か7時間ぐらいは吹いてますねはい熱い作業ですし、はい、吹きながら形も考えながらってなんか体力も使うし、はい、頭も使うし、はい、なかなか大変な作業じゃないかなと思うんですけどそうですね、うん、なんか最初の頃はもうずっとやっぱり絶対この形にしてやろうとか、はい、絶対 こういう大きさじゃないといけないっていうふうにずっと考えながら作業してたんですけどもう最近はもうガラスがこう動きたくなっるっていうこういうそういう何て言うんですかね動き方でこう会話をしてくるというかガラスが訴えてくる部分があるのでそれをこう見ながらじゃあこういうふうにここから進めていこうかっていう感じで成形することが多くなったのであのー。 あまり疲れることっていうのはなくなってきたかな、あまあ少なくなってきたかなっていうのは最近感じてますね。はい。自分でガラスをこういう形にしてやろうじゃなくて、はい、ガラスが動き出して、はい、あこういう形になりたいのかなみたいななんか対話してる、はい、会話してるみたい、ね、そうですね。はい。本当その、えー、すみません会話をですね、えー、無視して、うん、道具でこうぐーっと押し付けたりすると。はい やめてよっていう感じで反発されるので,<ー>でそれをしつこくやってると割れてしまったりですとかそういう意味では本当に何でしょう同じ人が作られるガラスであっても、はい、もちろん同じものをもう同じような形を目指されるんでしょうけどその時によってちょっと微妙に違ったりより。 いいものが生まれたり、はい、まあプロですから、それは均一のものを作っていくっていうのはもちろん大事ですけど、ええ、本当に一期一会というかその時その時のものっていうの、あるんですね、はい。はい、なんかそっちの方がこう素直さんが出ていたりとか、うん、そうするとやっぱり見てくださる方もわかるんですよね。はい、だから自分がこう展示会とかで作品を持ってっていったときに、やっぱり自分の 好きな作品っていうのがその中に何点かあるんですよね。気に入ってたくさん展示している中にも。それからいなくなっちゃいますね。じゃあ何ももちろん展示するときはこれが一番あのおすすめとか書いてないけれどもやっぱり見に来られた方は分かるというか伝わるようですね。はい。すごく不思議ですけど。あー。 行ってしまったという感じで、<laughs> <laughs> はい。え、それって、どういう気持ちですか、自分が作って、はい、これは、まあ、なんか自分の子供みたいなもんですよね、あ、大事にできた。はい。で、それを買っていかれる時って。はい。嬉しいのと。はい。手放す。みたいな感じ、はい。あ、そうですね、<laughs> はい。もう、本当。あ、<laughs> でも、そういうの、なんか。嬉しいですね、分かってもらえるというか、伝わってるんだなっていうので。はい なのであのよろしくお願いしますという感じで送り出してはい、ねはい、末長くはいお使いくださいという感じですよねはい、はいはい、そうですねはいビジョンザ富山今日のゲストは富山市在住のガラス造形作家佐々木俊二さんですえ佐々木さんが高岡市の板ガラス加工会社三芝商材と共同で今取り組んでいるのが ガラス本来ならこう捨てられるガラスを再利用する SDGs ガラスプロジェクトということなんですが、はい、えこれ、三芝商材で、まあ、どうしても出てしまうその板ガラスの廃材を佐々木さんの工房であの新たな作品とか窓ガラスなどに仕上げていいるというものなんでですすよねはいそうですもともとなぜこの廃ガラスを利用してガラス作りをやってみようと思われたんでしょうか。はい、えっ、ー、とー いつも普段ですね自分が作っている作品たちからもあのー、廃棄する部分というのが出てしまうんですけれどもその中でもその板ガラスというものは、うんえー、廃棄される部分が出た時に吹、えー、きガラスにするには扱うには難しいというふうに言われてて、うんはい、でそれで一番最初にあのー ななんか挑戦しててみたいなっていっうせっかく自分でガラス工房をオープンして、えー、釜に火をつけるんだったらなんかや今までやりたかったことをちょっと挑戦してみようかなと思ったのが最初のきっかけですね。じゃあ普段こういう工芸作家の皆さんが使っているガラスの素材と、はい。 まあ三芝商材というとあの新幹線の窓ガラスであるとかもう工業にいろんなものを作っているところですけど、はい、そういうところで使っているガラスとはもううう素材が違うっていうそうですね<も>同じガラスなんですが、えー、と溶けている時の状態の,その性格が違うというかじゃあ逆に難しいんじゃないですか あのもう固くなってきたよっていうことを教えてくれるのでそしたらまた焼いて温めてあげて、はいえー、柔らかくしてから成形するっていうそういうことをすれば全然あの作業できました。はい、あの企業側三芝商材の方でも、まあ、この廃棄されるガラスどうしようかなと思っておられたでしょうし、えー、佐々木さん自身もその今ではなかなか。 工芸作家の方が使ってこなかった工業用の板ガラスを使うということで、はい、まあそれぞれちょうど思いが一致してこのプロジェクトが始まったかと思うんですけど、はい、実際どうですか、こう作品作りを始められてやってみてどうでしょう。そうですね。本当になんていうんですかね。いつもこう自分が作っていた作品を、うん、えー。 ギャラリーさんだったりとかそういったところでこう発表する機会っていうのはあったんですけれども、はい、えと板ガラスをま取り扱うことによってまた違う同じガラスなんですけど、はい、違う世界の人たちとすごいつながることができたっていうのはすごい、はい、発見ですね、はい、私もあの佐々木さんの工房でそのいわゆる板ガラス を使っ廃材を使って作ったグラスとかを拝見しましたけど、はい、薄い青だったりちょっと緑っぽかったり、はい、独特な色合いですよねあれは着色してるわけではないんですではないですねはい、はい、あのガラスの、えー、成分の中に含まれる微量の鉄分が、はい、あの溶け出して、はい、それがこう緑色ちょっと薄い水色のような緑色というか、はいはい、そういった色が出てくるんですねはい。 じゃあどういった状態のガラスを使うかによってその色合いも微妙にその時々で違ったりそうですねはい、はいあのー、それもまた楽しかったりもするんですけどんはい。 SDGs という言い方をしてますけど捨てるのではなくて、はい、そういったものにも価値を新しく見出して持続可能なっていうことをね、はい、言われてますが、はい、まさにそういうテーマにぴったりのガラスですね。そうですね、はい、今回こうやってガラスを再利用するというプロジェクト取り組まれた中で実はなんか おばあちゃんの存在も大きかったっていうのを私ある取材記事を見て <laughs>、はい、あの知ったんですけどその辺りの話ししていただけますかはい、はい、えーと自分がこうガラスを始めて作家としてやっていくっていう時に、えー、自分だけのガラス佐々木俊二にしかできない表現のガラスっていうものをどうやったらできるのかなっていうふうに思って悩んでた時期が しばらく続いていてたんですけれども、うん、えとその時にあの祖母のタンスの中から、はいえー、一枚の布が出てきましてそれがですね「あの先き織り」っていう技法で作られた、えー、なんか岩手の方だと有名な織物らしいんですけれども歯、はい、切れを、うん、ま洋服とか作った時に、えー、残った歯切れを、えー、先き直してもう一回別のものに再構築していくっていう 技法で作った、はい、そういった布が出てきたんですけれども、本当に赤とか黒とか緑とか、うん、いろんな色が入っててもうぐちゃぐちゃなんですけれども、うん、もうその布を見ただけですごい感動したんですね。ああこんななんかかっこいいのできるんだって思ったんです。でそれで最初にあのは、ー、こういう ガラスを作品を自分も作っていきたいなっていうふうに思ったのが、まあ、その、まあ、きっかけといいますか、うんはい、そこからこう自分だけのガラスっていうので、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、うん、色ガラスを使ってて表現するといいうことが増えていきましたそしてそれが、まあ、その延長線上に一つの素材じゃなくてそれぞれいろんなガラス作品になろうとしていたけどもはちょっと先がこが欠けたりとかいろいろあって捨てられる、はい。 道に行っちゃった子たちも集めてまた一つの作品にするっていう、はい、さっきの先折りの布を集めて一つの別のものを生み出すのとなんか似てるなっていう風にね感じました、はいはい、えあの <laughs> 本当にあのー、最近そういった技法で、はい、あのー、どうしても、えー、捨ててしまう部分っていうのが出てきますのでそれを集めて、えー、作った器っていうのもありますし、うん その板ガラスの方も色は入ってないんですけれども本質というか考え方の根本的な考えとしては同じ考えだなということに気づきましてその廃材を使ってもう一回再利用してまた別のものに仕上げるっていうわあってもう頭の中でもうつながってもう一気にこうなんていうんですかね スパークしたというか<ー>うこれだみたいなはい、これだっていうだから今本当に、うん、あのー、こういった活動ができていることもそうですし、うん、あのー 本当三芝商材さんに協力していただいて本当にあの感謝してます今後はその三芝商材とのプロジェクトではどういう計画になっているんですかもあの、ま、窓ガラスも作ったり、ええ、もちろんグラスとかの器も作ったりしておられますよね今後はどんな感じに今ですねあの東京在住のデザイナーの方に何かこういったガラスを使って。えー 提案できるものがなないかなっていうのを今あの三芝商材さんと自分とそのデザイナーさんとで話をしてえとまあグラスだったりもそうですけれどもえ建物の中に入れる建材としてのガラスだったりとか。 え吹きガラスだけではないガラス、うん、まあ新しい分野にどん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 チャレンジしていこうというふうな話で今今いろんな建物にちょっとあの趣のある普通の工業用のガラスではなくてあの、ま、レトロなって言い方はちょっとありきたりかもしれませんけど、はい、ちょっとこう雰囲気のあるガラスを使った、はい、あのデザインとかも出てきますからそういうのにきっと合うんじゃないかなと思いますね。本当にあの吹きガラスで作っったものだとやっぱり 手を返しているからなのか,、うん、なんか無機質な板ガラス。 なんですけどどこか温かみがあると言いますか、はい、あの本当に同じものがないものができますので、はい、またそういった魅力もありますねはい、はい、もういっぱい聞きたいことが出てきて今吹きガラスでどうやって板にするんだろうなんてことかそ <laughs> 今 <laughs> あの器みたいな丸いものしか今思いつかなかったんですけど、えー、またこれは後日また伺 <laughs> <laughs>、はい方にしました <laughs>、はい、<laughs> ぜひねあの工房もねあのまた見せていただきたいなと思いますが、はい、さああの佐々木さん自身 作家として今後どういうふうに、はい、え作品作りをしていきたいかという思いと、はい、もう一つは今、まあ、岩手ご出身ですけど富山にこうやって来られて、はい、富山でまあ家族ができて、まあ、お子さんもいらしてここで頑張っていらっしゃいますけど、はい、この富山の町自分が暮らしているこの富山がこんなふうになればいいなというのを2点お聞かせいただきたいんですがまずはご自身としてはどういうふうに取り組んでいきたいですか、はいえー、と今 そうですね本当にこの吹きガラスを自由にやらせていただいているっていうこの環境にすごく感謝してましてもうこれからの目標はやっぱり生涯現役で今のところこう考えているのはもう100歳になって、はい、それでもあの作品を作っててその100歳になった時にワイングラスを作って、はい、それでワインを飲むっていう <laughs> そういった目標がちょっとあるんですけど。えー、はい まずそれを、うん、あのやっす、ね、はい。うん、とあとその富山の町についてなんですけど、えー、とやっぱりこう研究所もあってガラス工房もあって本当にすごいガラス界にとってはものすごいあの設備の、えー、整っている場所でもありますしもうほんとガラス界 ガララスといえば富山本当に誰もみんなに聞いても「ガラスの街といえば富山」っていうふうなワードが出てくるぐらい本当に日本一といいますか本当にね世界一のガラスの街になってくれればいいなっていうふうに思ってます。 ですね、はい、これからもこう一つ一つ、なんか佐々木さんがガラスと会話をしながら。作り上げていく作品をまた楽しみにしています。はい、ありがとうございます、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは富山市在住のガラス造形作家、佐々木俊二さんでした。